このですね、何気ない住宅地の一角にとんでもないものがあります。ここは、JR 東浦和駅が近いんですけども、さいたま市の緑区大巻っていうところで、旧高野家離れ座敷江戸の末期の建築ですと、かやぶき寄せ棟造り、建築様式ではすき家造りとなります。すき家とは室町桃山時代に4畳半以下の茶室だったんですね。でそれが江戸期になってその技法を取り入れた建築を住宅も含めてすき家造りと呼ぶと。これを建てたのは高野隆仙さんという方、お医者さんですが、蘭学、南画、茶道、俳諧ほかにも通じた多彩な、文化人、でそのいろんなですねお仲間との交流の場としてここを使っていたと。そして小鳥隆仙さんは死と仰いでいた高野長英が逃亡中にこの地に立ち寄った、つまりかくまったことから投獄され、後放免されたんですけども、その時の拷問が原因で没したと。だから長英は小伝馬牢獄から脱走してですね、そして門弟を頼ってずっと故郷の水沢に逃れようとして、その最初のおそらく立ち寄り先がここだったようです。でここ高野家ですけど、別にその高野長英さんとは血縁はないですね。でここに1ヶ月ぐらいかくまわれて、無事に脱出すると。ところが実はもう隠密が見張っていてですね、それでかくまった方の隆仙さんが捕まると。なんか加護が来て、で先生ちょっと往診お願いしますって言われて乗せられて、そのまま捕まっちゃったということですね。で1ヶ月石攻めの刑という拷問を受けて、しかし絶対に口を割らず釈放されたんですけども、その時の怪我が原因で亡くなったということですね。ここですか。いやー、よく残ったね。ここに高野長英が1ヶ月拷問100日。はあ。やっぱり命がけで先生守ろうと思ったんですね、隆仙さんね。
こちらの土日のみ開放しています。入場は無料ですので、機会があったらお立ち寄りください。